こんにちは。本日はコルニエのお洋服たくさんお借りしたので順番にご紹介していきます。コルニエは本当に素材力のあるブランドですので、その素材の良さと、あと洗練されたデザインの美しさをお楽しみいただけたらと思います。まずはじめ、今着用しているシャツドレスなんですけど、こちらコットンの素材違いで2つありまして、今手に持っているのがミントのカラーのフィンクスコットンのもので、で今着用しているのがグレーのカラーのもの。ちょっと素材違いで価格も若干違っておりますが、デザインは一緒のものになってます。今着用しているこのグレーのカラーの方はですね、光に当たった時にね、ツヤがすごく美しかった。コットン特有のこのツヤっとした美しい感じ、涼しげなツヤ感が素敵でした。コルニエのお洋服は、まあ、シンプルにただ着るだけで存在感が出てくるので、こんな感じでもうしっかりボタン閉めて1枚で着ても素敵に着れます。革のバッグとシューズ合わせました。で続いてがドレス2枚重ねで着てみました。ちょっと変わった着方かなと思いますけれども、中に着てるのがね、シアーのシャツドレスで、どんな風に着ようかなって思ったんですが、私的に一番しっくりきた着方がこんな感じでしたね。上に着用しているこちらのドレスはウエストの部分が絞れるようなデザインになってたので、好きな形でその日の気分に合わせてフォルムを変えることができます。このドレスもちろん1枚で着用もできて、さらっと着れて、デザインもちょっとあるので寂しい印象にもならず、とても春夏に活躍しそうなドレスでした。カラー2色展開ですね。ダークネイビーとライトベージュ。このね、ベージュの方のカラーも軽やかで素敵でした。春夏にね、これ1枚で着ても可愛いと思う。ちょっと黄みと緑みが入ったようなベージュですね。美しい。でもね、コットンの美しさ、ツヤ感を感じるドレスです。で、こっちのシアーのシャツドレスがホワイトとグレーの2色展開。これもね、いろんな着方があると思います。上からさらっと着たり、中にインナー着てワンピースみたいに着たり、私みたいにこう上から何かを着る着方もあるし、個人的にこういうシアーの素材って素材の良し悪しが分かりやすいなと思ってるので、そんなものこそコルニエのお洋服とてもおすすめだなと思います。美しい素材でした。このシアー感がなんか私らしい、つもの私っぽくないコーディネートではあるんだけども、すごく新鮮で好きでした。このコーディネート、ちょっと知的な感じで、クラシカル感とモダン感みたいなのが両方感じられて、自分の中では新しかった。この上から着てるワンピース、袖の部分がすごく広めに作られているので、中にこう何か合わせても着やすいし、年中着れる感じかなと思いますね。で続いてが、先ほどのドレスと同じ素材のシャツ着てきました。透け感すごい分かりますかね。中にちょっと見えてもいいブラを着てみたんですが、かなり透けますよね。だから、まあ、これ1枚で着るときはお腹の部分まであるようなインナーを着用するといいと思うんですけれども、カラー2色展開ですね。ホワイトとグレー。シアーの素材が結構トレンドでもあると思うので、コルニエのこの素材のいいシアーとてもおすすめです。もちろんボタンもシェルボタンで、ちょっと遠くに行った時にね、キラッと輝くのが素敵で、ボトムス、これユニセックスだったので私 S サイズなんですけど、
2色展開カーボンとオートミールのカラーです。このパンツもねすごく素敵でした。ちょっとデザインありますね。ポケットがいくつかあったり、ワイトめなゆるっとしたシルエットなんですけど、生地がすごいなんか滑らかな、でも張り感があって何とも言えない気持ちいい生地でした。で、そう今アウターとして羽織ってるこのジャケット、これもねボトムスと同じ生地だったんですけど、なのでちょっと合わせて着てみました。こちらは XS のサイズですね。私168センチで、このジャケットが XS でぴったりそうな感じです。メンズの方にもおすすめ。すごくこのジャケットのデザインがあって素敵なんですよね。上下ともにこうちょっとメンズライクなというかデザインなので、あえてちょっとシアーな素材と合わせることで女性らしさを若干出せるかなと思って、こんなスタイルにしてみてます。合わせるバッグもちょっと小さめにして女性らしさを意識しました。で全体的にはねかっこいいグレーのトーンのコーディネートになってます。すごく素敵です。このジャケットのデザイン近くに寄るとね分かりますよね。ポケットの部分とかかなりデザインが入ってます。アシンメトリーな雰囲気にもなってて、これだけデザインがあると1枚で着ても様になります。で続いてがコットンの素材のシャツとボトムスはパンツで合わせてます。まずねこのなんだろうブラウスというかシャツというか T シャツ感覚で着れるようなシャツになっていて、すごくシンプルなんですけど、なんかねデザインが素敵なんですよ。ちょっとコンパクト、丈感は短めだけどちょっと横にワイドな感じがあってゆるっとも着れて、この2色展開ですね、ネイビーとホワイト。そうネイビーの方がより分かりやすいかと思うんですが、こうツヤ感、このコットンの美しいツヤ感が上品に見せてくれるし、ボタンもすごく素敵で、ボトムスがこれもね先ほどのボトムスと同じ素材感のものになっています。2色展開オートミールとカーボンのカラーです。もっとねさっきのボトムスよりデザインがたくさんついている、ポケットもいっぱいあるし、裾の部分もこんな感じのデザインになってて、これもユニセックスラインで私 XS のサイズ着用してるんですがぴったりでした。ウエストからヒップにかけてのライン、カジュアルなんだけど品があるっていう、すごく美しいパンツでした。でまたさっき着たジャケットを合わせてみたんですけど、これ同じ生地感なのでまたちょっとセットアップ風に着れるなと思って着てみてます。メンズの方にもおすすめの合わせ方、中に、ね、T シャツとか着てもいいしシャツ着てもいいし、すごくかっこよく決まると思います。上下で着るとねもう素材の良さが際立っちゃって存在感が出ます。すごくシンプルだけどとても品があって美しい。で続いてかなりシンプルな感じで出てきたんですが、シャツにパンツスタイル、こちらのシャツがですね一番初めに着ていたシャツワンピースのシャツと同じ生地です。そして生地違いで同じ形のシャツがこの2色ですね。ホワイトとミントのカラー、若干この私が着ているグレーのカラーのコットンの素材とは違うものになりますが、同じデザインです。もう本当にシンプルなシャツ、素材の良さが生きるシャツっていう感じで、コットンのシャツをお探しの方コルニエをぜひご覧いただきたいっていう感じです。こちらのパンツ、これもねデザインは一緒なんですが生地が違って、手で持ってお見せしてるのブラウンのカラーの、このタックが2つ前に寄っていて
美しいボトムスです。こちらはブラックのカラー、ウールの素材なんですけど、もちろん春夏に着用できるような軽やかな素材で、とても素敵。ちょっとね、上下ともに私の168センチの私が着用すると、その袖の長さとボトムスの長さがもうちょっとあるといいなっていう感じ見えるかと思うんですが、なので165センチぐらいまでの方おすすめだなと思いました。はい、続きまして、またシャツとパンツのスタイルなんですけれども、まずこの半袖のシャツ、これすごくデザインが素敵でした。こちら3色展開になっていて、そう、色味によってかなり印象の変わるシャツですね。で、続いてボトムスが2色展開、リネンとコットンでできたボトムスかな。すごく春夏にぴったりの素材感かなと思います。こちらのベージュのカラーも素敵、ちょっと涼しげなベージュですね、こちらのカラーは。リネンが入ってるからといって、こうザラッとしたような感じではなく、どちらかといえば滑らかな感じ、若干ツヤも出るんじゃないかなっていうような素材感でした。すごく品の出るパンツです。でもリラックス感があって着やすかった。白いシャツにあのボトムスってなかなかこう普通着るとね、物足りない印象になりそうなんですが、コルニエのデザインと素材力ですごく素敵な感じで、知性あふれる感じのコーディネートになったかなと思います。で、続いてがですね、先ほどのシャツの色違いと同素材のスカートで合わせてみました。ちょっとワンピース風に、素敵な色ですよね。サックスブルーのカラー、もう見てるだけで涼しくなる夏の空みたいなカラーで、すごく素敵です。カラーの展開がこのミントのカラーと、あとホワイトもあるので、こう上下で合わせてワンピース風に着用することもできますね。そう、このスカート、こちらね、よく見るとこの左側の部分にタックが寄っていて、ちょっとアシンメトリーなデザインになっていて、なので立体感が着てる時に出て素敵です。軽やかで本当に涼しく着用できるスカートですね。上下同じ色だったので、ちょっと大きめのバッグとも相性いいかなと思って、大きいコスのバッグと合わせてみました。美しい。このブルー好きな方はぜひこの上下で着てみていただきたい、おすすめの組み合わせです。はい、続いてはジップアップパーカーと、スカートと合わせてるんですが、はい、スカートカラー展開がこちらの2色となってまして、ダークネイビーとオリーブ、このオリーブのカラーもうすごく素敵なカラーですよね。この光に当たった時に色味がブラウンに見えたりグリーンに見えたりする、この玉虫色みたいなカラーが存在感あってすごく素敵です。もちろんネイビーもシンプルに品のあるネイビーで素敵なんですけど、前にスリットが入っているアイラインのシルエットで、すごく上品な感じで、カジュアルにこうパーカーとかと合わせても品の出るスカートです。コットンの光沢感がめちゃくちゃ美しい。続いてもスカートのご紹介です。ちょっとね、私物と初めて合わせてコーディネートしてみたんですが、美術館で購入した T シャツにさらっと合わせてみました。ウールのスカートですね。素敵なカラーですよね。ベージュのカラーで、今回は後ろにスリットが入ったスカートです。
いや素材感美しい。あとベルトの部分のその装飾、いやこちらもいい素材使ってますので高級感があってすごく素敵なんですよ。こういうパーツでチープな感じが出ちゃうことが多いと思うんですけど、細部までこだわって作られています。光に当たった時のベージュの美しさ、ベージュってなかなかこんなこう光沢感出ないと思うんですけど、素材の良さですね。シンプルな黒いバッグに合わせていきます。これはもう私の中では美術館デートコーディネートって感じですね。スニーカーとも合うスカート、コルニエのスカートはなんか女性らしくなりすぎなくてすごく私好みのものが多いですね。で今ジャケットを羽織ってみました。こちらユニセックスラインのもので S サイズです。ボタンが上質なんですよ、すごく素敵で、裾が絞れるようになってて丸みのあるシルエットにすることが可能。こういう軽やかな素材のジャケットってこの春にすごくちょうどいいですよね。美しかったなこのジャケットも1枚羽織るだけで上質感出ます。はい、続いても私物と合わせてみたコーディネートです。またスカートスタイル、このスカートもねすごく好きなんですよ。また美術館のベズの T シャツ、ロンTと合わせてきたんですけど、今度はちょっと A ラインになってるスカートで、ウールの素材のものですね。コルニエってスカートがこうちょっとアシンメトリーにこう前にタックが入ってることって結構あって、このデザインが私すごく好きです。こう平坦にならない感じで。ウールのスカートでこの、なんだろう、デザインでこの長さのシンプルなスカートってなかなかないので、とってもこれ好きです。こう T シャツとさらっと合わせてもかっこいい、かっこよく決まる、春夏に涼しく着用できますね。革のバッグなんか合わせたりして、これも美術館デートって感じすごく素敵。なんかスカートが苦手な方でもコルニエのスカートはおすすめしたいと思います。なんかかっこよさも感じるスカートなんですよね。凛とした女性って感じのスカートが多いです。はい、ということでこちらで最後になりますが、コルニエの商品いかがでしたでしょうか。ポップアップも全国で開催されてますので、実際にこう手に取っていただいて素材の良さぜひ見てみていただきたいなと思います。気になる方はぜひネットもチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。